はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト9、続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、とうとうね、魔王の地図行きましたね。バラモス戦やりました。1回目ですけどね、一番弱い魔王ですね。一番弱い魔王の一番弱いバージョンと戦いました。でもね、かなり苦戦したんですけど、まあね、こっちがそんなにまだ強くないので、まあこれからだんだん強くしていけばいいんですけど、クエストがね、とうとうね、Wi-Fi 通信以外のクエストが、もうちょっとで全部埋まるので、とうとうね、Wi-Fi、まあ環境ね、まあやろうかなとは思うんですけど、今ね、実はね、こういう状況になってます。はい。ということでね。まあいろいろね、まあ次やるゲームとかね、まあいつやるかわかりませんけど、まあいつかやろうと思ってるゲームとかね。あと、まあドラクエ9もね、まあこれ今3枚ありますけど、まあ3枚以上あるんですよ。とか、昔やってた自分のね、Wi-Fi 通信ができた時のデータとかもありますので、まあそんなのを駆使しながらね、まあ解放していけばいいかと。でね、まあやるんですけど、今このね、Wi-Fi 通信自体がこのね、ここロクサーヌさんいますよね。まあ、ここでショッピングできるんですけど、ここでね、ここでしか売ってないアイテムを使わないとクリアできないクエストとかあるので、それはね、ちょっとできないかなと思うんですよね。今手に入らないので、だから図鑑のね、アイテムとかが完璧に埋まるってことはちょっとないかなと思うんですよね。その代わりできる限りのことをやっていこうかなと思うんですよね。と言いますのが、こちらの、まあ、これはやらないんですけど、こちらのね、このね、運命の扉を開くものだっていうのがいるんですけど、もうね、外の世界の仲間、募集するとかありますよね。これを、今ね、もう一台持ってるんですけど、これね、もう一台の方で、外の世界の仲間を募集するってやってるんですね。なので、外の世界へ旅立つってやります。あ、そっか。これね、そうだ、一人じゃないと。ここで待っていてもらうことに、それでもよか。はい。でね、冒険の書に記録されるんですけど、まあ、それはいいんですけどね。これ一人しか行けないんですよね。はい。これでね、他の世界に行けるんですよ。マルチプレイはできるんで、はい、とうとう来ましたね。はい、お別れの翼を手に入れた。すぐに元の自分の世界に戻ることができます。ただし戦いの途中では使えません。ご注意ください。だからね、動かせるんですけど、もう一個の、ほら、動きますよね、反対側。だからマルチでつながってるので、こちら側がね、大昔に、Wi-Fi クエストできた時のクエストができる感じになってますので、ね、こっちで受ければいいかな。ちょっとね、調べます。多分できると思うんですよね。はい。こちらだと繋がるんですよ。昔繋がってた感じなので、もう今や、この画面を出すこともできないので、Wi-Fi 通信できた時のデータじゃないと無理ですね、これね。だその時に、まあ、この時の水晶とか、まあ、このね、毎日違うんですけど、売ってるものがね、この時の状況のデータを手伝うと確か解放されたと思うんですけどね、まあ、一緒にクエストやって、それをね、もう一回自分の世界でやったりとかね、確かできたと思うんですよね。これで追加クエストが増えてると思うんですよ、自分のところが。まあ、とりあえずいろいろやるんですけど、まあ、要するにね、マルチで、当時の、データのところに飛んで、クエスト一緒にやったりとかね。まあ、ちょっと条件はわかりませんけどね。リサイクルストーン、でもこれやればできるかな。錬金された素材を元に戻すかも、錬金してみようとか、すごいですよね、リサイクルストーンとか。だから人のとこからですけど、まあ、買っちゃいますけどね。とか、こんなのあるのか、海賊パンツ。高いな。サンタのズボン。ああ、そっか、こんなのあるんだ。サンタのズボンあるけど、多分こんなの持ってないとクリアできないクエストとかあるかもしれない。美しそうとかね。お菓子の薬も5個売ってるね。こんなの買っとけばいいですよね。だからこういうことができるので、これでいいんじゃないかな、もしかしたら。ちょっと一回戻ってみよう。まあ一応ね、まあできなかったらまたやりますけど、これね、お別れの翼使うと、
自分の世界に戻りまして、ほら新たなクエストを持ち帰りましたってなるんです。でやっぱりできたできたできた、あ、出た、追加クエスト121から、これ全部出てます。今受けられないようだ。あ、そういうことか。あの他のクエストをクリアしないと受けられないのとかあるんで、180までこれできますよね。あ、できたできたできた、解放できました、できますわ。なので受けられるってことだよね。今受けられ、ドミールに頼み事がある人がいるようだ。だからこれも追加クエストなので、まあやるんですけど、ドミール、だからあの昔のクエストやりたい方は、あの Wi-Fi クエストがねできない方はね、難しくしなくてもね、別に改造とかもしなくても持ち帰れますわ。だからでも当時の2009年ぐらいの時にね、 Wi-Fi 配信してて、あのなんだろう、 DS ステーションがね今ないんですよ。 3DS ステーションになっちゃったんで、その前の DS ステーションがあった時の時代のプレイデータがあるものをね、もしかしたら中古とかで手に入るかもしれないので、そんなのをね手に入れないとダメですね。多分どこだろう、ドミールの、ドミールで頼み事をしたい人がいるようだって書いてるので探してみますか。121、まあ、それもありますけどね。あと魔王の地図も、あのレベル9からレベル15までになるとね、またね、前回の勇者のブーツを落としましたけど、勇者の服かな、その時のタイミングでしか落とさないものとかあるので、それもねやっていこうかなと思うんですけどね。とりあえず、あと抜けてるクエストもね実はちょっとあったので、それを埋めて、まあ、Wi-Fi クエストはね、あの括弧宝の地図なんでね、それもやっていこうと思います。もうあのね、期待には全部応えますんで自分。なのでぜひとも応援よろしくお願いします。この子だ、私ドルチェ、雲が大好きなの。雲って触れると思うんだ。それでね、モフモフしてとても気持ちいいの。お母さんに聞いてみたら、奇跡の力があれば触れることもあるって言ってたの。だからお願い、奇跡の力で雲を取ってきて、どうしても触りたいの。ほら出た出た出た、できます。あのね、まあ、今始めたデータだとできないんですけど、あの大昔のね、あのソフト持ってればできますね。そこの世界に行って、あのもう片方のね、まあなんだろう、まあデータが全部解放してるんであれば、クエストを持ち帰ったってさっきみたいな表示されて、だからあの詳しい方だとね、だからそれができない場合でも何かやればねできるって言ってましたけどね。たまたま自分データあったので、データあるんですけどって話したら、じゃあできますよって話だったんで、やったらできたって話なんですよね今回はね。だマルチプレイで、あのデータがあるソフトに行けば持ってこれますんでね、まあ、こういう感じで受けましょう。やった、楽しみにしてるね。絶対に雲を取ってきてね、大きいのだよ。この里を降りたところにいる雲の大王様みたいな、このくらい大きい雲だよ。これはね、自分ちょっと121で1個目の追加クエストだったから覚えてるんですけど、奇跡の剣でね、あの雲の代表を倒せば落とします。まあそれもいいんですけどね、それはやりますけど今回ね。ただ Wi-Fi はできんのかな、ちょっとわかんないですけどね。でこれ追加クエストが出てるんですよ、ここでね。今までなかったですよねこれ。だからノーマルクエストも42かな、やってないなんですよね。42でしょ、35もやってない。35、42、ここも抜けてるね。49から53まで抜けてるし、でやってないとこねちょこちょこあるんですよ。だからこれをちょっと埋めようかなと。前回ここ埋めましたね、前々回か。だから魔王の地図もいいですけど、あれもねちょっと強くして、あのレベル15以降かな、バラモス倒すと次のね魔王の地図とか落とす時があるんですよ。だそれも次回とかねやれればやっていこうかなと思うんですよね。まあ、今の強さで全部やっちゃった方がいいかもしれない、もしかしたら。だいぶ苦戦するんで今だったら、だから面白いかもしれないですね。上げすぎると簡単に倒しちゃうので、とりあえずね、まあ、今回はあの121のクエストと残りのね
クエストやりますけど、その次にまた魔王戦やりたいと思います。レベル15を倒してね、次のね地図手に入れるっていうのをやりたいと思います。今回はねもうアイテム穴埋めね全部やっちゃいたいと思います。次は魔王戦ですね。いくらかやって、あと宝の地図ね、あのすごいいっぱい宝の地図入ってるデータも持ってますね。先ほど紹介したソフトいっぱいありましたよね。まだあるんで自分だから、あのすごい地図持ってますよ。あの中古ショップ行くたびにドラクエ買ってましたからね。あるかなあるかなって感じで、よほどですよねそんなね。お、いいね、イカズチの玉盗んでいった。あー、でも落とさなかった。多分落とすと思うんですよね。奇跡の剣か奇跡の剣かいでね、だから落とすまでやりたいと思います。じゃあそこまでカットしたいと思います。最近どうしちゃったんだろう。あのさっき奇跡の剣で倒すって言ってんのに、ハヤブサの剣思いっきり装備してましたね。最近こういうボンミス多いですよね自分。だからあの主人公はハヤブサの剣で落とすわけないじゃん、なんで落とさないんだろうってずっと戦ってましたよ。これだ、これを作るのに癒しの腕は2個か。そりゃそうだわ、落とすわけがない。でこれであのまだ作ってなかったからちょうどいいや。奇跡の剣貝作れるので、まあ、貝じゃなくてもいいのかな、多分貝だと思うんですけどね。これを装備して倒すんだ。さっきハヤブサの剣でねとどめさせてね落とすわけがない話ですよね。まあイカズチの玉が入ったからいいですけどね。だからちょっとしたね奇跡の剣とかね、ハヤブサの剣とかね貝になるじゃないですか。ああいうのってね、なんか思い込みって人間すごいですよね。自分装備してると思い込んでたらね。だからこういうことですね。あの戦うで防御、まあ、メラミ一撃で死ななかったんで、でボッコさんがたまに、ね、いいもの盗んでるんでね、200ぐらい食らいますけど、ね、これでまあ普通にとどめさせばいいんですけど、どんぐらいいくんだろう。100いくつかだと思うんですけど、こういうことです。2回攻撃して、あ、違う、これ奇跡の剣じゃないわ、とか思いましたね。もう落とさない。だ多分これで合ってると思いますね。これ何回か当てれば落とすと思います。はい。雲の大王が何かモフモフしたものを落としていった。あれからね、もう1回だけ戦ったら落としました。雲のかけらを手に入れた。これ Wi-Fi クエストね。記念すべき第1回目ですね。ドミルン里のね、階段のとこにいますね、女の子が。クエストナンバー121ですね。ドミルン里。あと残りのね35とか42とか埋めていけばいいと思うので、もし宝の地図関連でしたら、あのまたね宝の地図とか攻略中にやりたいと思います。そんなクエストがね多分あると思うんですよ。おかえり、雲を取ってきてくれたの？はい、渡しますか。わあ大きい雲、触れるよ、モフモフ。わあとっても気持ちよくて寝ちゃうところだった。こんなに大きな雲を取ってきてくれてありがとう。お礼にこれをあげる。お、天使の羽、いいね。結構レアですよね。まあ、作れるっちゃ簡単に作れますけどね。奇跡の力があればなので、あの、間違えてね、自分だけだと思いますけど、あの、はやぶさの、はやぶさのね、剣でね、やんない方がいいです。はい。ということで、35と42か。ちょっと埋まってないところ今回探して全部埋めてね、次回また魔王戦やろうと思うんですけど、だからあの、魔王のね、バラモスレベル9ぐらいまで上げとこうかなと思ってね。で、そこで何を落とすかまた話しますので。でね、それを倒したら、あの、レベルね、バラモス15まで上げて、今度ね、違う魔王の地図を落とすので、確率で。多分ね、レベル上げれば上げるほど落とす確率高くなるんですよ。だからそれはね、また次回やりますんで、今回ね、こっちちょっと埋めちゃいたいので、まあそれをやってからでもいいと思います。そんな大してね、レベル上がらないと思いますので、まあそこまでね、ちょっと見つけるまでカットしたいと思います。はい、吹き出し見つけました。オラの名前は、ヘンチビシ、ラボルチ様のお世話係だべ。実はな、女の子の人形を取り返してほしいとラボルチ様から依頼が来てるだろう。これ違うかな？スイカの方かな？女の子の人形はラボルチ様の大事なもので、草原を歩いた時に魔物に奪われたみてえだよ。ラボルチ様は夜な夜な人形をいじってニコニコしてただ。あれは相当大事なものに違えねえ。人形はヒバ番号が、持ってるだが、眠らせてから盗むを使って取ってこないと無理らしいよ。ラリフォーとか使えば眠りますよね。で、盗むんだ。盗むは全員持ってるから。運が良ければもしかしたら取れるかもしれねえか。おめえさん、オラに代わってやってくれねえだか。はい。
あ、35だ。これですね。これは普通に Wi-Fi クエストじゃなくて自分がやり残してたクエストです。をやってくれるだか、助かるだ、ありがたいことだべ。そうそう、この依頼は他の者には他言無用ってラボルス様から言われてるだ。オーラとおめえの秘密ってことでくれぐれもよろしく頼んだよ。なるほど。まだやってないのありましたね。自分抜けてますね。だから要は Wi-Fi クエストだった場合は、ちょっとね、また今度にしまして、クエストナンバーが出ますので、でね、ちょっとね、見つけておきたいと思います。42も多分どっかにあると思うんですけどね。とりあえず、ビバ番号何してまた忘れた。前も忘れてましたよね、自分。ビバ番号かな。まあ、あったらわかりますけど、あのね、マンドリルのピンクのやつ。ここら辺にいたと思いますけど。はい、まあ、気を取り直して。まあ、ボミ続きですけど、僧侶ですね。ラリフォーがあるのが。あとこれ、スリープダガーって、これない時なかったんだね。ドラッケ10とかね、11とかあるんですよ、確か。10あったかな ?11 はあったような気しますけど、スリープダガーってなんか。まあ、とりあえず、眠らせないと意味ないので。OK。これでまあ横の邪魔なのは、奇跡の剣ですけど、倒しまして。あとは、寝てる間に盗むってやればいいと思います。盗む。起きたらまたラリフォーとやれば、もうエンドレスだよね。これ盗むまでやればいいと思うんですけど。魔獣の皮か。あら?何も盗めなかったでって、何も持っていないと出ない。これ何、え ?2 回盗めんのこれ。今までそんなことないよね。1回盗んだら何も持っていないと出るよね。これに限ってはちょっと違うかな。え、待って。ああ、え、これ何回も盗めんの?え、ちょっと待って待って。まあいいや、2人ぐらいちょっと盗んでやってみようか。あ、何も持ってなかった。あ、そういうことか。特殊なんだ。盗むイベントで眠らせて、今魔獣の皮盗んだんですけど、これ盗むまでもしかしたら、このイベントに限りできるかも。他のでも出てきたんかな、もしかしたら。盗めるまで。なんかムーンライト、なんだっけ?なんとかムーンライトダイヤみたいな、ありましたよね。なんか盗むとかね。なんか資産家のなんとかとか盗むとかね。あれもしかしたら、違うの盗んじゃっても、盗めるまで盗めたんかな?メタルハンターとかね。あと何でしたっけ?妖術師かな?あれから盗むんですけど。まあ、ちょっと前のクエストなんですけど、まあ、いいや。とりあえず取れました。盗めるまでね、盗む聞きますね、これね。初めて知った。まあ、初めて知ったっていうか、覚えてないですけど、さすがにそこまでは。おう、その女の子の人形はまさしくラボリス様のものだ。いやー、助かったべよ。カズボ、どうしてここに、うお、その人形はなぜそなたが持っているのだ?申し訳ねえです。オラ一人じゃとても無理で、カズボさんにお願いしたでです。下で消すじゃない。下です。そうだったのか。いや、これはな、パルの誕生日に渡そうと思い、俺が作った人形なんだ。あいつは人形が好きだったからな。俺なりに頑張ってパルに似せて作ったんだが、結局渡せないままになっちまってたからな。あいつの墓に備えようと思ってな。ははは、俺が人形を作ってるなんて恥ずかしくて言えたもんじゃねえ。だから秘密にしておいたんだ。カズボ、すまねえが、その人形を俺に譲ってくれないか?ああ。これいいんだよな。はい。カズボウ、世話かけちまったな。これは俺からの命だ。遠慮なく受け取ってくれ。片手グローブ。あ、まあ一応、クエストクリアにはなりましたね。まあ、全部埋める気なので。あ、埋める気っていうか、埋めれないの多分あると思うんですよ。もしかしたら Wi-Fi ショッピングって、行ければいいんですけどね。マルチで入った時、さっき行けたじゃないですか。だから、自分のデータであれでね、行けるようになってればいいんだけど、ようやく俺の思いを届けられる。遅ればせながらプレゼントだ。あいつ喜んでくれるかな。 Wi-Fi ショッピングは多分今無理だと思うんだけど、どうなんかな。その Wi-Fi ショッピングっていうデータが、セント下にちょっと一回行って調べればわかる。ロクサーノに話して、 Wi-Fi ショッピングって今使えんのかな。これ使えなかったらね、クエストは解放できましたけど、当時のデータ一回通せば大丈夫なんかな。
ちょっとそこ調べてなかった。ここですね、 Wi-Fi ショッピングね。これ今まで使えなかったんですよ。やっぱそうだよね。接続しないでショッピングしますか。だから一回通したからね、やっぱり人のとこ行かないとダメだね。本部へ接続時間を、いや合ってっけどね。やっぱり今は無理なんですね、ここはね。だからここで手に入るクエストとかあるから今できるかなと思ってちょっと期待したんだけど、できたらちょっとすごい嬉しかったんですけどね。あー、できないか。さすがにもう Wi-Fi 通信は終わってるので。ただクエストは持ってこれましたね、まあそれだけでもだいぶ違うんでね、遊びの幅広がったので、これでようやくもう終わりかなと思ってたんですけどね。まだできます。なのでね、地図とかも他のデータから持ってこれるんで、まあそれもね、いっぱい手に入れてるんですよね。なので残りのクエスト紹介したいと思います。はい、ですね、見つかんないのでちょっとね、42がどこかなってだけ調べました。ここらしいんですけど、本当だ。あれ、これ今まで白い引き出しだったけど、なんだこれ。なにこれ。あおん。なにこれ。ヒック、なんだ、見てんじゃねえよ。俺はよ、ある人に衣装をトトとかいうガキに届けるよう頼まれてよ。へへ。なのにその衣装をゴールドタヌっていうふざけた魔物に化かされて取られちまったんだ。え、待って、ゴールドタヌって相当宝の地図じゃない、これ絶対そうで。師匠、あいつら人をからかうのが生きがいなんだ。手紙なんて欲しいわけもないのに。なあ、あんた助けてくれよ。ゴールドタヌを倒せば取り返すことがあるかもしれないな。頼む、大事なことなんだ。衣装を取り戻して届けてくれよ。これちょっと今無理ですね、これはね。おお、やってくれるか。へへ、あんたいいやつだな。俺の名前はオルフさ、頼んだぜ。とっても大事な衣装なんだからよ。42だよね。本当にあった、ここだ。42、あー、じゃあ全クリ5とかかな、これ出てくるの、やっぱり。そうだよね。39が、巨大魚の影を追えでしたっけ、主様の2回目、倒すクエストだったんで、それ以降ですよね、42ってね。じゃあ、あと埋まってないのなんだ。あとはね、32か。32もやってなかったですね。32と、35が終わったでしょ。で、40。42が今のクエストで、ゴールドタヌなんていないので無理でしょ。58、59やってないでしょ。あと70、ここら辺からは76もやってないな。エルシオンの先生、あー、爪スキル、あ、爪スキルやってなかった。爪スキルやってない。爪スキル、爪クエストやってない。急遽予定変更。わあ、やり忘れて、素ではね、これ、できないです。今まだ。宝の地図なんで、やっぱ埋めていきながらやった方がいいですね。忘れちゃいました、自分。13、14、15、16。そうだね、42、58。あ、58、59受けてるんだ。なるほど。で、90がでしょ？あ、じゃあ、32と、32どこだろう。32と、あ、爪クエストだ。いや、爪クエストの前にちょっと32探そう。もしかしたら宝の地図関連かもしれない。はい、普通に自分が忘れてるだけでした。はあ、私は哀れな旅の商人ウージョです。実はね、ここにもう一つクエストあるんですけど、それはまた今度でね。こんなところまで欲しいものを買いに来たのに買えなかったんです。欲しいものというのは世にも珍しい幻の秘薬、その名もデザートタンクの油。普通のガマの油とは訳が違う入手困難な珍品なんです。魔物のデザートタンクをクリティカルの攻撃で倒さないと手に入らない代物なんです。ああ、すぐ近くにいるね。クリティカルの攻撃というのは武器なら会心の一撃、呪文なら暴走した時のことですぞ。お願いです、こんな私のためにデザートタンクの油を取ってきてください。これが32ですね。これ普通に忘れてましたね。取ってきてくださいますか。ありがとうございます。高値で買い取りますよ。デザートタンクはこの首穴砂漠に生息していますから、きっとすぐに見つけられるでしょう。右下ですね。クリティカルに会心一撃でドンと、はたまた暴走した呪文でドンと、そうすればひっくり返ってデザートタンクの油を落とすでしょう。それではお願いしますよ。これ普通にいいのかな、これ一閃突きとか、あんな魔人斬りとかそんなんで。
当たればいいんだよね。え、どうなんだろう。通常攻撃って書いてなかったもんね。これ右下に、お、右下にいますね。まあ、ついでに夜の帳とかね、拾っといた方がいいですよね。まあ、ここに来ると、上の方にいたら、光の石落っこってますし、磨き綱とかね、磨き綱でしたっけ、磨き石でしたっけ、なんか落っこってますよね。あれもあるし、結構落っこってますね、ここはね。だから、デザートタンクここにいるので、多分すぐ出てきます。ね、デザートタンクとゴールドマンしかいないんで、ここ。だから、これ、これでいいのか、簡単じゃないか、そしたら。魔人斬り。まあ、一戦好き。これで倒せってことですよね。当たれば倒せます。まさかこれで終わりじゃないだろうな。おお、びっくりした。あ楽です。うん。魔人斬りとか使えばいい。戦士クエストだとね、通常攻撃の開始に出るまでやんなくちゃいないんですけど、簡単です。楽勝、楽勝、楽勝です。魔人斬りとか、一戦付け覚えてれば。まあ、とりあえずね、当たれば会心っていうね、まあ、装備でもありますけど、魔人の金槌みたいなね。まあ、このゲームありましたっけ？自分持ってないんですけど、あ、夜の帳ないよ。ここに夜の帳落っこってるんですけど、で、グビアナ城行って、先ほどの話せば終わりですよね。あと、爪クエストか、自分やってなかった、それ。そうだ、爪だ、すっかり焦った。全部やりましたって昔大嘘ついてましたね、自分ね。やったと思ってた。どうでしたか？デザートタンクの油は手に入りましたか？はい。おこの黄金の輝き、これこそがデザートタンクの油。首穴の神秘。これを大金持ちへ売れば、私も大金持ちになれますな。わっはっは。約束通り、このデザートタンクの油は高値で買い取りましょう。これ大金持ちなんかな？普通に売った方が高くないか。デザートタンクの油が欲しいときは、またあなたに頼めばいいですかな。ふふふ。絶対元もっと取れるよね、これね。言い方よるとね、2万ゴールドとかね、もっとすんじゃない。なんかそんなような言い回しだったけど。いや、とりあえず爪スキルやろう。それで終わりましょう。今回やっちゃいます。っていうのが、次回ね、ちょっとね、魔王の地図のね、バラモス、いたじゃないですか。あれね、さすがに落としてほしいので、2戦目ですね。前よりはるかに強いバラモス。だからレベル9までバラモス上げておきます。今まだ2なので、だ勇者のね、服とか欲しいんですよ。だから落とすまでね、倒したいと思います。だそのうちレベル上がると思うんですけどね。で自分らが上がっちゃう可能性あるんですよ。爪つけるどこだっけ？爪中だ。これか。あー、忘れてました。すみません。本当にすみません、これは。ふむ、どうやら爪スキルを極めているようだね。なるほど、なるほど。私が世界を旅していた時に、弟子にした3人の魔物たちと手合わせしてみないかね。見事全員に実力を認められたら、爪の秘伝書を差し上げましょう。爪のとどめで倒すことができれば、彼らはきっと話しかけてくるだろう。さて、どうするね。はあ、まあ、爪、うん、そうだね。うむうむ、実に良い変身だ。では、早速、第一の弟子に会いに行ってもらおうとしよう。第一の弟子は、鋭い爪を持った狼のような魔物だ。今はエルシオン学院から南のエルマリオン海岸で修行しているようだ。それでは行ってきたまえ、天と祈るよ。誰だ？誰それ？爪を持った魔物？アイスビックル？いや違うな。まあとりあえず今、大鷲の爪が一番強いんですけど、これ嫌い？ああ、こういう感じなのか。まあ、武道館早いんでね。エルマニオン海岸にいるって言ってました。南の海岸？行ってみようか。行ったのか、多分アイスビックルだと思うんですけど、オーシャンクローの狼のような姿をした。違うかな、アイスビックルかな、見たらわかるけど。狼、何いたっけ？おっと、南。エルマニオン海岸の狼のような姿をした魔物。これか！あ、そっか、いた、キラーリカントか。絶対これだわ。防御防御、防御呪文。メラでも強いから。とどめさせばいいんだよね。いっぱいついて倒せるかな、武道家で。
まあ、この次攻撃すればいけると思うけど。ああ、そういうことか。ってことは爪持ってるモンスター倒せばいいのかな。え？通常攻撃出すってね。絶対これだよ。ほら来た。なんとキラリカントが立ち上がり話しかけてきた。いやあんたのその爪使い、ほんと惚れ惚れしたよ。ん？師匠の匂いがする。さては師匠から俺に認められてこいって言われたんだな。よし気に入った。こんなに爪をうまく使えるならあんたのことを認めよう。はい。キラリカントに実力認められた。なるほどね。俺もそんな風に爪を上手に使えるように頑張らないと。まあ、爪100ですからね。もう3回か。ああ、こんなクエスト忘れてた。もうドラケー必殺あるある、渇望の忘れてたが3回ぐらい続きましたね。ここね。ふむ、どうやら第一の弟子に実力が見つめられたようだね。では、第二の弟子について教えよう。第二の弟子は実に男らしい魔物でね。自慢の鉄の爪で、時に強烈な一撃を繰り出す魔物だよ。今は、己の爪の技術を高めるため、どこかにある牢獄で修行中らしい。それでは行ってきたまえ、ケントイノル。どこかにある牢獄って、牢獄なんかカデスの牢獄しか知らないぞ。え、あそこに、いたいた、あれだ。なんだっけあれ。クローハンズ、クローハンズだ。多分そう。ですね、よくよく考えたらですね、カデスの牢獄にはモンスターいないですね。ここだ、閉ざされた牢獄だ。まあ、同じような場所なんでね。ここに出てくると思うんですよ。爪持ってるのって言ったらそれしか思い浮かんない。これだ。クローハンズ。このクエストなかったっけって出てきた時言ったのこれのことだ。なんかね、これのクエストあったのを覚えてるんですけど、なんだったっけなと思って。イオラ、イオラ一発撃っとくか。どうで自分、イオラ。イオラぐらいじゃ倒れないんですよ。だから大魔人とかちょっと邪魔なので、一匹ぐらい倒せばいいと思うんですよね。多分これだと思うけど、爪持ってるもんね。思いっきり爪だもんね、この人。時には強烈な一撃を繰り出す。まあ確かにそうですね。あと、武闘家で攻撃すればいいと思うんだけど。お、ミスった。はい。まあ1回目ミスったけど、まあうまく使えたでしょう。多分これだと思う。お、やっぱね。なんとクローハンズが立ち上がり話しかけてきた。うむ、まさか先生以外にこれほど爪をうまく扱う人間が現れるとは。お前もクロイン先生の教え子だろ？秘伝書をもらうために俺に認められに来たってわけだ。仕方がない。俺はお前に敗れた身だしな。お前の実力を認めようじゃないか。はい。ってことは、あと爪使うのなんか誰かいたっけ？それにしてもお前くらい爪の扱いが上手い人間は久しぶりだぜ。もしかしたらお前の力はすでにクロイン先生を超えているかもしれないな。なるほど。まあ、先生以上の実力を持ってるかもしれないね。あとはリリミットで出て、もう一回先生に話しに行きましょう。ほほう、第一の弟子に続き、第二の弟子も認められたんだね。さすが、爪の道を極めただけある。では、第三、つまり最後の弟子について教えよう。最後の弟子は、海の果てに、果ての果てに住む、恐ろしく厚く、硬く厚い爪を持った頑丈な殻を身につけた魔物だ。海の果てに住む？ガメゴン。この弟子に認められれば君の実力は証明される。心して祈り見たまえ。だ、前言ってたあれかな？ヘルダイバーとかの話してるこれ。海の果ての果てなんで、地図の四隅にね、ヘルダイバーが出てきて、前のね、ポリーヌの形見っていう、クエストがあったんですけど、そこにいるヘルダイバーを倒せば、落とすってクエストだったんですけど、自分の場合、宝の地図にヘルダイバーが出てきて、たまたまね、手に入れたっていうね、すごい奇跡的な動画を、出した時あるんですよ。だけど海の上だよ、ね、果てにちょっと出てくるまでちょっと海行ってみようか。ちょっと分かんないね、それはね。さすがに行ってみないと分かんない。だから果てだから海のすごいところにいるんでしょうね。だから地図を見て、ですね、今ここサンマロー、真ん中の下の方って言えば分かんないけど、黒い点動いてるじゃないですか。だから、端とかだと思うんだけど、果ての果てなんか、ここしか思い浮かばない。裏系で。
ここちょっと見えなくなってる位置あるじゃないですか。そこだと思うんですよね。まあちょっと進みますけど、自分知って、お、自分知ってればよかったんですけど、ここら辺だと思うんだけど、これじゃないよね。ガニラスじゃないよね。まあいいや、やってみたらわかるので。あ、今倒したことになるよね、これね。もしガニラスだったら。え、ガニラスなんか果てじゃなくても出てくるもんね。いや、ちょっといろんなモンスター倒してみれば分かることなんで。まあ、こうやってる間にもアイテムでね、ドロップしたりするんで、自分的には嬉しいんですけど。おう！ね？言うとシーブズナイフ。これ多分レアだな。いいね。いっぱいいいもの盗めますね。多分ね、今ほぼ右下なんですけど、ここら辺からボタン斜め右下に押せば、間違いなくこのね、地図の四隅のど真ん中に行くので、ここら辺だね。で、左上から出てこなければ、まあ、ここら辺だと思うんですけど、いるとすれば。だから呪文で、口笛ってやれば、モンスター出てくるんですよ。あ、ほんとだ。ここにヘルダイバーいいんだ。これじゃないかな。どうなんだろう。ちょっとわかんないね。さすがに。あー、攻撃早いな。おお、強い。あ、いいや、強いに越したことないです。だから要は、武闘家で止めさせるってことですよね。おお、バトルマスターでもいかない。A がもう倒せそうですよね。この一応爪持ってるっちゃ持ってますよね、これ。爪じゃないな、これ水かきかな。これでしょ。防御。お、まだ倒れない。ヘルダイバー強いな。え、こんな強かったっけ、このモンスターって。ってことは、まあいいや、やってみよう。さすがにもう一発ずつで倒れるでしょ。おお、強っ。え、ボッコさん、B 倒して。え、もうこんな強い？マジで。強くないか。うん、倒した。いや、これでいいんだと思うけど。700くらいなかった、HP。な、ないか。え、これじゃないかな。誰だろう。海の果てにいるモンスター。ヘルダイバー？違う？あ、違うわ。違うんだ。え、果てにいるってなんだ？なんかいる？ここら辺に。あ、一応ウィングデビル出てきましたね。え、これも一応爪持ってるよね。これかな？待って。ウィングデビルだったらそんな大して強くない。あー、どこか早いんだよな。メラミで倒したよな、これ多分。まあ、なんだろう。爪だとね、なんかね、いけるのかなーって感じしますけどね、一発で。100超えはするんですけど、これでいけるかな？あ、そっか。ウィングデビル。ウィングデビルってそうだ、一応中ボスみたいな感じで出てきましたよね。もっと、そういえば、ギガスラッシュ使っても倒れなかったですもんね、これね。これかな？ウィングデビルかな？違うな。多分違うな。あ、違うね。なんか出てくるのかな、他に。キラークラブ。キラークラブなのかな。先攻撃して倒したやつだから、ちょっと防御しとこうかな。あ、いや、とりあえず3個倒して、イオラじゃ倒れないだろう。さすがに。ね。キラークラブ。レッドサイクロンなわけないもんね。爪なんか持ってないもん。これ、爪って言ったらこれ、ハサミだもんね、これね。爪じゃなくて。あ、ギガントヒルズとか、ギガントドラゴンとかも一応あれ爪持ってるけど。これかな？まあ、いや、一応やってみよう。ガニラスじゃないな。ガニラスやめたらキラークラブ出てくるんだ。あ、強いな。キラークラブってラストダンジョンでしたっけ？出てきたの。ここら辺強いね。案外。ちょっと、
もっと弱いかなと思ってましたけど。キラークラブじゃない、キラークラブ喋んないだろ。何か他にいたっけな。え、ちょっと待って、キラークラブだったな。え、待って。ちょっとむせた。なんとキラークラブが立ち上がり、話しかけてきた。我は、バリバリ喋るじゃん。世界の果てで爪を磨く者。グププ、お主ただ者ではないな。なぜ我の元を訪れた？世界の果てで。この様子見ね、いろんないますよ。僕、師匠の気配を感じる。師匠の試練を受けておるのだな。陸の世界へ戻るがよい。気高き爪の持ち主よ。お主の実力すでに認めたり。これって普通に出てくるキラークラブじゃダメなのかな？多分宝の地図とかでもいいんかもしれないけど、ちょっと試してないからわかんないですけどね。まあ、とりあえずキラークラブですね。グブグブ、我は世界の果てで爪を磨く者。次会うときは容赦せぬぞ。世界な、容赦はせぬぞ。いやー、容赦し、容赦して。とりあえずこれで終わりですね、今回の。Wi-Fi クエストができただけでもだいぶ違いますね。だから普通に別に裏技とか使わなくてもできます。自分ずっとそうだと思い込んでたんで、裏技とかバグ技とかね、改造とかしないとできないとかね、あと機械に詳しい人に手伝ってもらわないとできないとか言ったけど、昔の2009年ぐらいのね、データなんですよ、さっきの。だ追加クエストができた時の Wi-Fi が繋がった時のデータの世界に行けば、クエスト持ってきたって鑑定出ます。だ多分そっちでね、受注できる、状態になってないとダメなんかな。ほほ、無事に帰ってこれたか、ご苦労だったね。ふむ、どうやら最後の弟子にも認められてきたようだね。君は実力は本物のようだ。よろしい、では約束通り爪の秘伝書を差し上げよう。カズボ、爪の秘伝書を手に入れた。その秘伝書を使う者の中に入れ、爪を装備すれば、持ち主はゴッドスマッシュが使えるようになる。ドラクエ8で誰か使ってたんだ、これね。ゴッドスマッシュは凄まじい破壊力で敵を切り裂く、まさに神のごとき技だ。これを覚えてこそ、真の意味で爪スキルを極めたものになるのだ。おめでとう、君はこれで一人前だ。これすっかり忘れた爪クエスト。まあ、これで一通りは終わったので、次 Wi-Fi クエストやりながら宝地図のね、行きたいですね。とりあえず魔王で次バラモスからね、次の地図奪いましょう。あと、そこでしか手に入らない装備品とかもありますので、それ取っちゃえばもう気楽なんだよね。よし。ということで、今回これ終わりたいと思います。しかし Wi-Fi クエスト普通に取れるんですね、これね、今なんてもね。ただマルチプレイで、相手方のね、データがね、まあ、先ほどもね、話しましたけど、昔の Wi-Fi が繋がってる時、DS ステーションがあった時って言えばいいかな。今ね、Wi-Fi サービス終了しちゃってるんですよ。だから終了する前に、いつでもね、通信したデータがあれば、その世界に行けば、追加クエストとして持ってこれるので、ただ追加クエストとして持ってこれても、その中のね、クエストで、確か Wi-Fi ショッピングに売ってるものを買わないと、ダメとかね。あと、すれ違いで、立夏の宿屋に、まあ、特別なお客さんが来るんですけど、それから受けるクエストとかもあったと思うんで、あれがね、来るのか来ないか分かりませんけど、まあ、ちょっと分かりませんね、それはね。だから、来た際には、まあ、できるんでしたらやりますけどね、まあ、できないクエストも多々出てくると思いますので、それはもうちょっと諦めます。まあ、今できないか、それか、当時ね、先ほどの Wi-Fi ショッピング、他の世界入ったらいけたじゃないですか。サンタのズボンとか、あんなのも売ってましたので、だからもしかしたらそのタイミングのデータがあればできるんですけど、本当にね、その当時にのデータのままなんで、まあ、次の日になったらまたあれ買えると思うんですよね。だから違うアイテムがもしかしたらその世界にいたら売ってるかもしれませんし、多分そんなことないと思うんだけど、まあいろいろ試してもしかしてできるようでしたら紹介していきたいと思います。まあ、ね、そのね、相手方のデータも気になりますしね。まあ、中古で買ってきたのもありますけど、普通にね、地図がめちゃくちゃ入ってる地図、データとか、普通にね、全クリしてね、クエスト、追加クエストも全部ね、開放してるようなね、データとかね、中古ショップ行ったら売ってるので、まあ、そうだね。まあ、買った時の運ってのもありますけど、まあ、そのデータ持ってる人であれば、もう一個ね、新しく始めたとしても、クエストは、受注は可能なので、クエストでね、クリアできるかどうかは別として、受注は可能です。まあ、今回ね、そんな感じのクエストでした。まあ、とりあえずね、まあ、残りも埋めたので、またね、この宝の地図関連なんでね、まあ、じっくりやっていきたいと思います。なんで、まだまだ続きますので、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、Twitter フォローなんかしていただけると、最近の事情とかね、
ドラクエ今後こうやっていきますとかね、今後こういうの配信していこうと思いますとかね、まあ、そんな先ほどの冒頭に出した今ゲームのね山あったじゃないですか、あんなのとかも受けてますので、まあ、興味がある方でしたらね、ぜひねフォローしていただければ嬉しいと思います。でご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。